エモリー大学は、ジョージア州ディカー部郡に本部を置く、アメリカ合衆国の私立大学である。1836年に設置された、大学の略称はイーグルス。私立メソジスト系の研究型総合大学である。4700校以上もある米国の大学で、おおむね10位から20位に位置する、最南関名門大学の一つである。 またコカ・コーラ社との関係が強いことで有名で、コーラ大学という愛称がある。ザ・エメリーホイール発表によると、同校の合格率13%で、これは、他名門校と比較しても、競争率の高さが伺える。エモリー大学は教育の質の高さとゆえに隠れた、IB リーグ、または、新しい IB リーグとして、米国で紹介されることが多い。医学部、 病院及び付属研究機関が大学の主要な部分を占めており、エモリー大学病院やアメリカ国立がん研究所の指定施設であるがん研究所がある。また、世界でも有数の疫学研究機関として知られるアメリカ疾病予防管理センターが隣接し、疫学研究の全米における一大拠点となっている。近年では、エモリー大学、ジョージア工科大学、 北京大学の参考が協力し、バイオメディカルエンジニアリング PhD プログラムを発足しており、同分野の発展が期待されている。エモリー大学は、古くから優秀な経済、小学関係の生徒を輩出しており、一大商業都市であるアトランタを中心に、全米での評価が非常に高い。こういった背景が影響しているため、エモリー大学卒業生は、 投資銀行を中心とした金融業界やコンサルティングファームとのつながりが強いという特徴を持つ。第39代アメリカ合衆国大統領、ジミー・カーターの母校であることで名高いため、政策経済などといった分野においても、連邦政府機関の職員が教授として講義するなど、関係が深い。また、社会科学系の学部も近年米国での IT の発展に伴い、 計算機科学などの理系分野との関係が密接になりつつある。特に言語学においては、人工知能、機械学習分野においての自然言語処理の研究で、同校は、エメリー・ NLP というプロジェクトで力を入れている。同校は、米国内では16番目に最も寄付を受けた大学であり、世界的にも21番目に多く寄付金を受けた大学であるとも知られる。 なお、2017年3月13日に開催された全米討論委員会主催の全国ディベート大会で同校はトップランカーであったハーバード大学をその座から引きずり下ろした。同大会は全米の名門28校が参戦する世界の注目するディベート大会であり、ウェイクフォレスト大学やバンダービルト大学なども優秀な生徒たちを送り込んでいる。今年度は エモリー大学がハーバード大学を打ち負かしたことでさらに話題となり同行が全米大学序列を再び揺るがすのではないのかと言われている。1836年、ジョージア州ニュートン軍のメソジストのグループが同州オックスフォードに創設した。大学名は前年に亡くなったメソジスト、ジョン・エモリーの名にちなんでエメリー・カレッジとされた。1915年、 アトランタの都心部にキャンパスを移転し、同時にエメリー・ユニバーシティに改名された。2014年、付属病院でエボラ出血熱感染者の治療を行った。米国内では初の治療となる。ありがとうございます。